先週の土曜日、あるセミナーに参加しました。このセミナーの中で、私の中にこれまでの人生の中で救えなかった人たちを救いたいという気持ちがあることが分かりました。私たちの人生で出会う人々は、実は全ての特徴をその中に秘めています。もう以前出会ったその人に出会えなくても、その人と同じ特徴を持った人が人生の中にいっぱいいるのです。その人たちを救いたい、その気持ちが今日の私を動かしているということに気がつきました。これは私にとっての大きなブレイクスルーでした。先日、私の目の前でお年寄りの運転する車が急にバックをして後ろの車に衝突するという事故がありました。幸いその場所の目の前にはトヨタのお店がありました。その店員がすぐ駆けつけ、その傷ついた車をすぐに修理することになりました。サポートとチャレンジはいつも同時に起こるということを発見した瞬間でありました。私たちは時々四つ葉のクローバーを探したりしますが、そこにはラッキーもアンラッキーもありません。ただ命があるだけです。